私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日紹介していきたいのは、スキルマンビルドなんですが、まあ、そのビルド名はね、悪魔ですね。私の、所属しているあのクラン、こちらの名前が悪魔クランっていうんですけども、まあ、それにちなんだね、あのビルドを今回作らせて紹介させていきたいと思います。まあ、その理由ですね、理由の説明とビルド説明。まず、スキルを使うのがスティンガーハイブといって、まあ、置いたらあの出血ダメージの乗るなんか追尾ファネルみたいな、追尾ミサイルみたいなのがあの飛んでいくと、ホーミングしていくっていう、まあ、ハイブ、スティンガーハイブ。これであの相手を、まあ、血みどろにしてですね、でステータス効果をこの BTSU データグローブで与えると、まあ、スキルステータスの効果がこう上がっていくんですね。電子1につき 10% の、威力が上がっていくってことで、まあ、電子を11まで今回は振ってます。もっと振りたかったら14なんですけど、まあ、PVP なんでバランス取ってこれにしてます。で、最後その血まみれになったですね、子羊たちをですね、こちらのクラスターマインで最後爆撃でね、弾やしちゃうっていう内容のビルドです。はい、はい、で今回血みどろにする効果を上げるためにオンゴーイングをつけてます。はい、でオンゴーイング4にして炸裂弾によって、まあ、血みどろにしてね、あの爆撃してなおかつ生きてるようなあのタフな子羊ちゃんがいたら、まあ、銃で仕留めるためにこちらの炸裂弾をね用意しました。やっぱスキルマンビルドなんで、火力がないんでこういうのに頼っていきたいなっていうところになりますね。はい、でさらに火力を補うために出血したものに対して与えるサディスト、これをつけてます。でエクストラ、ここは、できればアレグロの方がいいんですけども、エクストラになってます。はい、で回しです。まあもちろんこれ、普通のブルータリティですね、あのホルスタータレントのブルータリティ、これで 5% 確率で 100% の爆薬ダメージを与える。これ爆薬ダメージもりもりだったらこれ強いですからね。はい、っていうようなビルドで、銃に関しては、ブラックマーケットをさっき使ってるサディスト入れてるんですけども、あのファマスとかね、あのそういう別の、銃にした方がマーシレスとの相性はいいんじゃないかな。ただ僕はあの結構、まあ、悪魔クラン AKM って言うんですけど、まあ、今回はあの悪魔ビルドということで、AKM を使わせていただいてます。はい、一応僕の今のスキルマンの状態の、威力、普通に4万3000ぐらいちょっと低めなんですけど、これ厳選すれば上がってきますからね。で爆撃が乗るとさらに威力上がってきます。で打ち心地はこんな感じ。はい、ではあの試運転ですね。まずこう投げます。でスティンガーハイブが食らって、下にスキル、あのなんかなんだろう、ひょって出てるやつあるじゃないですか、あれが1分間乗るやつですね。でそれでさらにこう威力を上げていく、上げたマインをこう当てていくっていうスタイルですね。うん、はい、でちょっと実演じゃないと炸裂は乗らないんですけど、それで心象になったやつ、こう出血の乗ったやつに対して、これで出血が乗ったやつに対してサディストが乗っていくっていうようなスタイルですね。まあもう死んじゃうんですけどね、これはまた実演の時にいきます。はい、でこちらが今紹介したのが PVP 用の悪魔ビルド。はい、まあ他のあれか、ここら辺も紹介しますかね。オンゴーイング、マスク、ボディ、つけてるのはタイリ、これタイリ上げていいですからね、僕は低めなんでしちゃってますけど、あの調整をする素材がなかったんで、ここエリート上げてないだけです。タイエリートダメージ上げて OK ですね。まあ、VP なんで、それ低くして別の持った方がいいとは思うんで、これタイエリを外してあのアーマーとかにする予定のオンゴイングですね。はい、アーマー上げるのはまたあの耐久力、ね、ミリで残った時とかのためにやります。で、ボディ、これはディストラつけてますけど、リストラはねこっちの方であのつけていいと思います。だからちょっとねここは
リストラ外したいんですけど、なかなかね、いいのがなかったんで今こんな状態です。で逆にボディでディストラついちゃってるんだったら、ここでやっちゃってもいいですね。でこちら、スキルヘイズとスキルパワーをつけてます。これ最低でもね3000ぐらいないと、配布の範囲とか広がるやつがね置けないんで、つけられないんで、こうやってスキルパワーを上げてます。はい、じゃあ最後に、ニーパッド、最後じゃないか、ボンゴグの、最後ですね。スキルパワー持ってます。これ、もうちょっと下げてもいいんですけどね、3000ぐらいまで下げてもいいんで、ここは違うのにアーマー盛りとかにしちゃっても構わないです。で乗せてるのは、オフェンス元にはもうアサルトで行くんで、アサルト 5% 浮き溜め 1.5% のやつですね、を入れたいと思います。でディフェンスとかもゴリゴリアーマーを持っちゃってます。はい、でこちらアルプスは、ちょっとテクニカルサポートは一応つけてます。スキルヘイズとスキルパー、ここら辺もっといいやつはねつけれると思いますので、皆さんいろいろやってみてください。で、いつものグローブ、じゃあここまでが PVP で、 PVE ですね。こっちの方がどっちかというと紹介したかったです。変わったのは、マスクと膝、これをバッチアタフにしてますね。でこちらのマインとハイブのビルドで一番ちょっと使いづらいなっていう印象があるのは、やっぱり回復手段がない。スキルマンって回復手段攻撃特化にするとなくなっちゃうんで、そこをバッチアタフで補ったっていうだけのビルドですね。で、 できれば、威力上げるために細かい微調整、ハードヒットとかそういうのをつけたりとかしたかったんですけど、もうここで盛るしかなくなっちゃうんで、ちょっとつけてないですね、はい、こことかね。だからもうちょっと厳選できればそこら辺はできるんじゃないかなっていうような感じになってます。はい、じゃあ実際運用してみましょう。はい、まずね、自分にこうダメージをつけて、今回のね、まあ、吸血ですね、悪魔の吸血、はい、ここら辺にバーンってやって、ダダ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 ってこう回復していくっていう感じですね。はい、だから戦闘中に、回復がこう自由にこうできるっていうようなビルドになってます。まあ、これが、今回の目玉のやり方で、まあ、もちろんね、オンゴ4に比べると炸裂弾が入らない分、これで倒す確率は減るんですけども、まあ、PVE であれば、まあ、継戦能力が高ければ問題ないんで、こういう形にしました。はい、で殲滅力を上げたいのであれば、このグリーン、ブルーか、ブルーの部分を、ブルー特性の部分を、変えたりとか、今これブルー特性超多い、こう3万とかモリモリになっちゃってるんですけども、ここら辺を、まあ、別の、まあ、電子にして、まあ、そこら辺の電子を上げまくってもいいと僕は思います。そこら辺はいろいろ皆さんでやってみてください。ということで一応ビルドの紹介以上になります。で実演一つ行ってみたいと思うんで、まあ、軽くね 1,2 分ぐらいになると思うんですけども、ぜひ見てってください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。ビルドの方をやっていきます。バッジアタフ2つついて、戦いながら回復できるビルドで、こちら重要なのは PVP でも PVE でもこの射程ですね。このスティンガーハイブの射程、これがむちゃくちゃ広いです。これマックスの 16m ですね。これぐらいあると PVE でも PVP でも敵が逃げらんなくなるんで非常に有効ですね。で持ち運びをしないと、範囲が狭いとなかなか難しいんですけども、これの場合は、まあ、一塊になった敵は持ち運びをしないでいけます。じゃあ次は回復の方ですね。で今ダメージ食らいましたよね。で敵の方にマインを投げてみます。これダメージが盛られている状態のマイン、はい、奥の方で1人死にました。回復した。あとはこっちの方に、おっと食らった、スティンガーハイブを置いた。さあこれが効くのか。はい、スティンガー効いてる、スティンガー効いてる、いけいけスティンガー。スティンガーで倒しきれなかったらしっかりヘッド決めて、でマインを投げる。はい、敵はどんどん死んでいく。はい、マインが当たってって感じで、こうやって回復していくっていう寸法ですね。
まあこういった感じでやれば、まあ、戦いながらね、アーマーが 15% 回復していきますんで、非常に楽に周回することができると思います。はい、スティンガーだけじゃなくてこうマインでこういうこともできますし、はい、なかなかねこの治療のねアーマーキットを使うことによって回復するだけだとなかなか間に合わなかったりもするんで、まあ、これはこれで優秀なんじゃないかなっていう提案になります。はい、動画の拡散の方とですね、チャンネル登録と高評価の方どうぞご協力よろしくお願いします。ではバイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。